絶対に許せない。マナの女神様が心配だ。先を急ぐ。どうだ、どうだ。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。またのお越しを。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。毎度あり。毎度あり。毎度あり。またのお越しを。
ませんか。次の目的地に急ごう。
穴が開いてそうです。気を抜かずに行きましょう。残念だったな。マナの木は枯れ、マナの女神はたった今死んだよ。どうした？マナの木が失われどんどん弱っていっているようだな。無理もない。フェアリーはマナの木より生まれ、マナの木と共に死ぬ。いよいよ超神となったわしによる新たな時代の幕開けじゃ。うわっ。そんなことさせない。フェアリーバカめ、死に急ぎよって。あ、昔これと全く同じことがあったぞ。そうだ、フォルセナの王子と黄金の騎士の時のフェアリーと全く同じだ。あの時は黄金の騎士の捨て身の攻撃で不覚にも相打ちになり、長い間身動きが取れなかったが、今度は違う。超神となった今のわしにかなうやつはもはや存在しない。見るがいい、完全体となったわしの本当の姿を。
しい神の姿だ。神々しかろう。さあ地にひれ伏し祈るのだ。そして新しい神の生き贄として死ね。マナの剣もすでにない。諦めるがよい。マナの剣は失われてない。あなたには見えないの。聖剣の勇者たちがいる限り、その心の中にある希望という名のマナの剣は決して失われることはない。黙れ。そんなものわしが何度でも消し去ってやる。超神の前に希望などいかに無力なものか思い知らせてくれよ。これが最後の戦いね。みんな行くわよ。これは痛いわよ。ホーリーボール潰してくれよ。逃がしはしない。ダブルアタック。これでドキッドキッ。まだまだ塗りつぶしてくれよ。スイトン、ドトン、ライジン、トンガリ。カトン、すべて葬り去ってくれる。そうだよ。
わしの力を打てるがいい。まだまだね。そんなバカな小心が死ぬな。最後まで希望を失わないでくれてありがとう。でも残念だけどマナの木が枯れてしまい、世界からマナは消えてしまいました。私はマナと共に消える運命。短い間だったけど今まで本当にありがとう。みんなのことは忘れないよ。そんな、行かないで。違うの。心配しないで。みんなが未来を信じて戦ってくれたから、私は生まれ変わることができるの。新たなマナの女神に。マナの木の種、本当に信じ合える人、理解し合える人と出会った時、新たなマナの木、マナの女神として生まれ変われるのです。失われたマナを再び取り戻すため、私はここでマナを生み出す新たなマナの木となって戻るには1000年以上かかるかもしれません。千年後の人々、あなたたちの子孫がその時まだマナの木のことを覚えてくれていたら、私は覚醒し、きっと力になれるでしょう。でも、もし未来が私を必要としなければ、いつまでもここで世界を見守っていることにします。さあ、お別れです。聖剣の勇者たちよ、さようなら。あなたたちの心の中のマナの剣がいつまでも光り輝き続けますように。夢の中でお父様とお母様、
とても幸せそうだったよ。そして僕にこう言ったんだ。ローラントを元の王国に戻すためにお姉様を手助けしなさいって。いつまでもお姉様に甘えてばかりじゃいけないんだよね。僕頑張る。エリオット、天国のお父様、お母様、私はエリオットと一緒にローラントを昔のような平和の王国に戻してみせます。そして仲間たちと一緒にマナが失われてしまったこの世界を。お父様、お母様、どうか見守っていてください。大丈夫か？にひひ、もうすっかり大丈夫だにゃ。ナバールのアジトにも各地に散っていた盗賊団のみんなが戻ってきたらしいにゃ。我々も戻りましょう。ジェシカ、それにホークアイも。わしは長い間悪夢を見せられていたようだ。イーグルのことは皆に聞いたよ。残念だ。イーグルのためにもわしは奴が愛したこの盗賊団を守っていくぞ。世界からマナが失われ、砂漠の水も枯れる一方と聞く。ならばわしらが次に盗むものは決まりだ。自然というやつから水と緑を手に入れるのだ。かつてこの砂漠も緑豊かな大地だったという。もう一度砂漠に雨を降らせ、緑の大地を取り戻すのだ。その方法は必ずあるはず。それまで頑張ろう。そうですか、とうとうマナは失われてしまったのですね。魔法はマナの力ですから、魔法も失われてしまいました。私の魔力も消えてしまったので、このアルテナもこれから辛い寒さとの戦いになるでしょう。大丈夫よ、お母様。みんな寒さなんてへっちゃらよ。だって私たちにはこの熱い心があるんですもの。アンジェラ、そうね、アンジェラの言う通りですね。
魔法がなくても頑張って寒さと戦っていきましょう。はあ、せっかく魔法が使えるようになったのにちょっと残念だったな。でもいいな、魔法よりもっと素敵なもの見つけちゃったもんね。へえ、なんだいそれ。秘密。Thank you.
ああ、ここはどこだ？どこなのだ？おお、そうか、この世界は。聖剣伝説3